駅前に吉尾です。駅もそのままオーバーラップしていきます。吉尾カットイン左利きシュート、あー入った、角度が変わって入りました。先制点町田ゼルビア、60分、1点を先制です。それに対して少し相模原の対応は気をつけなきゃいけないという話したと思うんですけども、ここも2人行ってたんですが、はい、やっぱ疲れなのか、あとは右もいいタイミングでこう追い越したいんでね、スペースをうまく作りました。人いるんだけど、やっぱこれだけシュートを打ったけどスペースを与えてしまうと、人いたとしてもやっぱりこのようにディフレクションでね、